三宅健と平野耀のレモネードエピソードを買いまみる滝沢氏との初生配信での仲良し談披露。新会社、戸部に合流した俳優三宅健が初の YouTube 制配信を行いました。滝沢秀明氏との仲良しエピソードを披露する中で気になる共通アイテムが浮上しました。 三宅県と所属事務所の後輩である平野紫耀がデモネードをお揃いで楽しむ姿がインターネット上に投稿されファンの関心を集めています。この記事では滝沢氏との談話から三宅県と平野紫耀のデモネードエピソードを詳しく探ってみたいと思います。 三宅県の初の YouTube 制配信は、深海魚のプリントが施されたパジャマ姿で登場し、ファンの質問に答える形で行われました。その中で彼は、滝沢秀明氏との仲良しエピソードを数多く披露しました。特に、東日本大震災のボランティア活動での思い出や、滝沢氏の意外な趣味について語ったことが話題となりました。舞台で共演した後、 滝沢氏とはボランティア活動で再び出会い、その後も信仰を深めていった三宅県は滝沢氏が運転する軽トラで被災地を訪れたことを明かしました。滝沢氏が運転する車のラジオからかかったオフィーャルヒ髭男ディザムへのプリテンダーについて滝沢氏が口ずさんでいたことに触れ、彼の意外な一面を明かしました。 滝沢氏との信仰が深いことを伺わせるエピソードとなりました。また、生配信中に気になる一幕がありました。三宅健が飲んでいたレモネードが、同じく戸部所属の後輩である平野市用とお揃いであることにファンから注目が集まりました。実際に、平野市用が数日前にインスタグラムにカフェらしき場所で飲む姿を投稿していたのです。 これにより、二人の間で何かしらの共通の興味を持っているのではないかと勘ぐる声も上がっています。生配信の中で、三宅健がレモネードを手に取っていたことをファンが質問した際には、グラスの中のレモンをカメラに近づけて手こぼしてしまい、驚きのハプニングが勃発しました。その後も、トークの中で、レモネード事件として笑いに包まれました。 このような軽妙なエピソードがファンの心を引きつける要因の一つとなっているようです。滝沢氏との初声配信で、三宅県は自身の新たな挑戦を意気込みながら、滝沢氏との仲良しエピソードをファンに披露しました。その中で、滝沢氏の意外な一面や東日本大震災のボランティア活動について語り、彼との信仰を明かしました。 さらに、三宅県と所属事務所の後輩である平野市用のレモネードエピソードにも注目が集まりました。二人がお揃いのレモネードを楽しむ様子がインターネット上に投稿されるなど、二人の関係性にファンからの関心が高まっています。 滝沢氏が深夜の TikTok をー話していることにも触れられ、三宅健がいつか平野仕様をファンの前に引っ張り出すことを約束していたことも印象的でした。戸部ファミリーとして、二人の交流が今後どのような展開を見せるのか、ファンの期待が高まるばかりです。が、